8月17日は、グレゴリオ歴で年始から229日目にあたり、年末まで、あと136日ある。ロバート・フルトンの蒸気船、クラーモント号の試運転成功だこた戦争始まる、第二次世界大戦、米軍による、コマンド作戦マキン奇襲。画像は奇襲後ハワイへ帰還した。 ノーチラス・シュバインフルト・レーゲンスブルク作戦インドネシアが独立を宣言。画像は同日形容される、インドネシア国旗日本初の皇族主犯内閣、東国の宮内閣成立国鉄ん大ミステリー事件の一つ、松川事件トルコで、イズミット地震、死者1万7000人超、スーロ論の父、数学者、ピエールド、フェルマー誕生ポーランドオーヤン3世、 ショア王、エチオピア帝国皇帝、メネリク二世イオーストリア皇帝カール一世、黒人民族主義の指導者、マーガスガーベー誕生。世界黒人開発協会アフリカ社会連合の趣旨演説を聞く、米連邦捜査局職員、マークフェルト。ウォーターゲート事件の内部告発者、ディープスロート中華人民共和国、第五大国家主席、江沢民総書記実業からリー・エリソン。 オラクル社の共同設立者武将、日田吉貞選手プロイセン王フリードリヒ二世ツラテンアメリカの解放者の一人、軍人ホセデサン・マルティンボツメジャーリーグベースボール選手、例、チャップマンジコ氏建築家、ルドルフ・シンドラーボツ。右画像は、ローベルビーチハウス建築家、ミース・ファンデル・ロー・エボツ。右画像は、IBM プラザーナチトー副総統、ルドルフ・ヘス。 ヒトラーへの忠誠を守ったまま獄中で自殺物理学者、オットーシュテルン宇宙物理学者、ジョンバーコールインドネシアの一独立を宣言した、初代大統領スカルのインドネシアの独立記念日、国家インドネシアらや大きくガボンの一仮面ガボンの独立記念日、ありがとうございます。